皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。阪神難波線天ヶ崎行きの普通電車に乗車しています。阪神難波線の淀川橋梁架け替え事業と電報駅と福駅周辺での連続立体交差事業の工事を取材して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。阪神難波線は兵庫県尼崎市の尼崎駅から大阪市中央区の大阪難波駅までを結ぶ阪神電鉄の鉄道路線です。もともとは阪神西大阪線の路線だったものを西九条駅から難波駅まで延伸し、2009年3月に阪神難波線として開業しました。延伸開業して今年でちょうど15年が経ちました。電報駅手前の松蓮寺川西岸踏切付近のこの辺りから高架化事業が始まります。線路の左側では別線方式で建設される高架橋の事業用地で基礎工事が行われています。松蓮寺川西岸踏切付近から電報駅部までの約450メートルの第5工区は河野池組とゼニタカ組および不動テトラの3社による共同企業体の施工で工事が行われています。大阪市此花区電報3丁目にある電報駅に着きました。電報駅は盛り土の上に建設された相対式ホーム2面に線を有する駅です。電報駅で下車して乗車してきた尼崎駅の普通電車を見送ります。電報駅周辺では駅の西側で別線方式での高架化工事が行われています。電報駅から淀川にかけて橋脚が作られています。電報駅の西側では地面深く掘り下げられ駅部の基礎工事が行われています。電報駅の西側では上下線一括で高架橋が作られ、2026年度には尼崎方面下りホームが高架に切り替えられ、2029年度には難波方面上りホームが高架に切り替えられる予定です。電報駅の駅部ではその他の撤去工事などを含めると2031年度には全ての工事が完了する予定になっています。阪神難波線では現在高架化事業と淀川橋梁の架け替え事業が行われています。高架化されるのは千鳥橋駅と電報駅の間の松蓮寺川西岸踏切付近から福駅と出来島駅の間の都市計画道路淀川北岸線淀川通りと交差する地点付近までです。高架化される駅は電報駅と福駅の2駅、除却される踏切は5箇所です。また淀川に架かる背の低い橋梁を背の高い新しい橋梁に架け替える阪神難波線淀川橋梁改築事業も合わせて進められています。総事業延長約 2.4km もの高架化事業と橋梁架け替え事業の複合的なプロジェクトになります。電報駅の南側では大型クレーンが導入され基礎工事のための準備工事が行われています。電報駅での撮影を終え尼崎行きの普通電車に乗車しました。電報駅をゆっくりと出発して淀川東岸踏切を通過していきます。電報駅から新淀川橋梁の東側半分の約500メートルの第4工区は鹿島建設と前田建設工業と西松建設の3社による共同企業体の施工にて工事が行われています。線路の左側には新しい橋梁の橋脚がきれいに並んでいます。淀川では背の高い新しい橋梁に架け替える阪神難波線淀川橋梁改築事業も高架化事業に合わせて行われています。老朽化した橋梁を新しく架け直し、その桁高は現在より約7メートル高く作り、架線内の橋脚も39本から10本に減らすなど安全性を高める工事が行われています。新淀川橋梁の西側半分の約400メートルの第3工区は大林組と阪神建設と東洋建設の3社による共同企業体の施工にて工事が行われています。大阪市西淀川区福町2丁目にある福駅に着きました。福駅では2023年9月29日の終電から翌30日の始発までの間で線路切り替え工事が行われ、尼崎方面の下り仮ホームの橋梁が開始されています。福駅で下車して乗車してきた尼崎駅の普通電車を見送ります。
淀川西岸踏切から福駅までの約550メートルの第二工区は、奥村組と清水建設と森本組の3社による共同企業体の施工にて工事が行われています。福駅と福駅西踏切の間では足場が組まれ、シートがかぶせられた状態の構造物が見えます。福駅部を含む第二工区では仮線方式で高架化工事が行われています。現在は難波方面と尼崎方面ともに仮線への切り替えが完了したところです。仮線を活用することで工事期間中も複線で列車の運行が続けられます。施工手順の関係により上り線と下り線は同時には高架化されず、最初に尼崎方面下り線が高架化され、次に難波方面上り線が高架化されます。またこの第二工区に含まれる福駅西踏切と福駅東踏切は高架化に伴って除却されます。福駅の西側の空いたスペースでは電報駅と同様に高架橋の基礎工事が行われています。基礎部分の鉄筋に加えて橋脚部分の鉄筋も見ることができます。福駅の周辺では福駅前地区計画が2012年に策定され、交通支便な立地条件を生かして適切な都市機能の導入、調和の取れた建築物等の誘導を行うことにより安全で快適な市街地環境の創出が図られました。それに加えて高架化事業により踏切が撤去されることにより駅周辺の車や人の流れがスムーズになります。福駅での撮影を終え、尼崎行きの普通電車に乗車します。福駅をゆっくりと出発して福駅西踏切を通過していきます。走行している尼崎方面の仮線路の左側には尼崎方面の線路がありましたが、レールや枕木やバラストが撤去され、現在は高架化工事の準備工事が行われています。福駅西踏切付近から尼崎方面の終わりの区間までの約450メートルの第一工区は、大成建設と戸田建設及び熊谷組の3社による共同企業体の施工で工事が行われています。福駅と出来島駅の間の都市計画道路淀川北岸線、淀川通りと交差するあたりで連続立体交差事業の工事区間は終わります。大阪市西淀川区出来島1丁目にある出来島駅に着きました。出来島駅は相対式ホーム2面2線を有する高架駅です。阪神難波線の淀川橋梁架け替え工事と電報駅福駅周辺での連続立体交差事業の工事を撮影して、その情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。